はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドラインまであと5週間ちょっとということで、昨日エンゼルスがメッツからエドワルド・エスコバーを獲得し、トレード戦線がついにスタートしたなぁと思っていたら、今日もなんとエンゼルス動きまして、今日ちょうどエンゼルスが対戦し、25対1と歴史的な大勝を収めたロッキーズから内野手マイク・ムスタカスを獲得。昨日のエスコバーに続いて2日連続での内野補強ということになりました。すでにトレードについては両球団から正式発表されており、またエンゼルスとロッキーズが直接対決中であることも加味すれば、おそらくすぐにムスタカスはチームに合流するかと思われますが、どうでしょうかね。エスコバーは今日の試合で早速出ていましたので、ムスタカスも明日のゲームクラブハウスを入れ替えて出場するんでしょうか。今回はこのムスタカスのトレードについてちょっと感想等々をお話しできればなと思っています。はい、まずはトレードの全容から確認していきましょう。エンゼルスがロッキーズからマイク・ムスタカスを獲得。見返りとしてロッキーズは2018年ドラフト11巡目指名をエンゼルスから受け、現在ハイエーでプレーする23歳の先発投手コナー・バンスコヨックを獲得しています。エンゼルスは現在内野に故障者が続出している状況で、昨日のエスコバー獲得に続いてその問題に対処するとともに、今季のムスタカスはファーストでプレーする機会が多くなっていますが、ジャレット・ウォルシュが絶不調でマイナー落ちになるなど、ファーストの打力も少々課題ではありますので、ムスタカス獲得はそこの問題に対処する意味合いもありそうですかね。大きな見返りも伴っていませんので、そこまでリスクを取らずに補強できた印象です。対するロッキーズは今日の敗戦でシーズン30勝49敗、勝率はリーグワーストと早くもプレーオフ争いから脱落気味な状況で、夏のトレードデッドラインに向けてはおそらく売れる選手は売っていこうというスタンスでしょうが、もともとマイナー契約で獲得してきたムスタカスで、まあトッププロスペクトと呼ばれる存在ではないにしても、ハイエーでぼちぼちの成績を残している若手の先発投手を獲得できたのは、まあ悪い話ではないでしょう。同じポジションにはマクマーンやモンテロなどもいますので、ムスタカスがいなくとも現状大きな問題もないですからね。すでにご存知かと思いますが、エンゼルスは現在内野陣に故障者が相次いでおり、ウルシェラが今季絶望、ネトやレンドーも IL で離脱、まあこの2人に関してはそう遠くない未来に戻ってこれそうでありますが、現在不在な中、ウルシェラが担ってきた役割、内野いろんなポジションを守る役割だったり、今しっかりしたレギュラー格が不在のサードだったりをいくらか埋めるべく、昨日エスコバーを獲得。ムスタカスもサードを守ることはできますので、どうしてもレンドーンが復帰したとしても故障の不安が大きいところ、サードのデプスをさらに強化することができたのかなと。また同時にエンゼルスはファーストの攻撃力にも少し課題を抱えていて、昨日時点のファーストの WRC プラス93は MLB20位、特に2021年オールスターに選出されたウォルシュの不振が深刻で、エスコバー加入に際して今日マイナー落ちとなってしまいましたが、ウォルシュの調子がなかなか上がってこない影響で、ファーストにドルーリーやパドロー、今日はレンフローがファーストを守っていましたが、まあいろんな選手でファーストを回す必要性が生じていると。ただ本来ドルーリーはセカンドで使いたい選手ですし、レンフローも外野、パドロは実績面で長期的に頼っていい選手でもないわけですから、実績もあり今季の成績もぼちぼちなムスタカス獲得に至ったのかなと思いました。ムスタカスといえばロイヤルズで長く活躍し、2015年の世界一の時も主力として活躍したのが特に印象的な選手かなと。オールスターにも通算3度選出された実績もありまして、2019年オフにはレッズの大補強の一環で4年総額6400万ドルの大型契約を結び、打者有利な環境で大暴れすることに期待がかかりましたが、ただレッズに移籍してからのムスタカスは怪我などの影響もあってか、なかなかバッティング面で思うような成績を残すことはできず、レッズでの3年間通算での OPS は6割8分3厘、レッズの本拠地が非常に打者に有利な環境であること、球場補正も考慮するとこの数値ではリーグ平均を大きく下回る水準のバッティングであったと。レッズは若手も順調に成長中で、これ以上ムスタカスに出場機会を与え続ける意味もなかったことから、昨年オフに4年契約の満了を待たずにチームからリリース、ロッキーズにはマイナー契約での加入となりました。正直ムスタカスはシンシナティであれだけ苦しんだことを考えると、もうちょっと厳しいかなと思っていたんですが、ただロッキーズでは47試合に出場し、打席数は136とまだやや少なめではあるものの、 OPS7割9分5厘、 WRC プラス101とここ数年とは打って変わってリーグ平均程度のバッティングは見せています。特に6月入ってから OPS9 割9分8厘と調子を上げていて、そこもまたエンゼルスが獲得に動く一因となったかもしれませんね。コロラドで活躍している選手ということで、打者天国クワーズフィールドを出る影響が、まあロッキーズの選手にありがちな懸念ではありますが、ホームとアウェイの成績を見る限り、今季はむしろ敵地で打率3割1分8厘、 OPS8割1分3厘とこっちの方が成績いいくらいですので、クワーズから下山する影響はまあ打席数が多くないので確かなことは言えないかもしれませんが、もしかしたらそこまで出ないかもなと。今季のムスタカスはキャリア全体と比べてやや三振は多めながらも、一方で同時にキャリア最高ペースでフォアボールを選んでいまして、今までよりもセレクティブなアプローチにシフトをしているのかなと。実際にここ数年と比べてスイングも減らしているようなので、ハードヒットしやすいボールだけを狙ってスイングしに行っているのかもしれません。
ハードヒット率 42.9% はオールスターに選出された2019年以来の水準ですし、バッティングの内容自体はここ数年のスランプから出しているようにも思います。エンゼルスの本拠地もクワーズほどではないにしても、MLB 全体で見れば打者に有利な環境ですので、今の感じであればムスタカスぼちぼちやってくれそうですがどうでしょうかね。今季はそこまで差はないものの、キャリアを通しては結構右投手を得意としている選手なので、特に右投手と対戦する際に6番前後の打順で、うまい具合に長打力も発揮してくれるようであれば、ネトやレンドーンが復帰し、現状のフルメンバーで戦う際には本当にエンゼルスいやらしい打線となってきそうですよね。続いてロッキーズ側の見返りも見ていきましょう。若手の先発有望株もらえた時点でも正直全然悪くはないと思うんですが、バンスコヨックは2018年ドラフト11巡目指名の23歳、調べた限りの印象では今季はハイ A で11試合に先発し、防御率 2.76、 シングル A でプレーした去年と比べて奪三振が減って与四球が増えているあたりはちょっと良くないかもしれませんが、90マイル前半の速球にシンカーやカッター等を織り交ぜながらゴロを打たせるのがうまく、ソリッドなピッチングを見せてくれるタイプの選手なのかなと。すでにルール5ドラフトの指名対象の選手ですので、仮に今季このままハイ A で高騰し、例えばダブル A に昇格してそこでもさらに高騰を続けるようであれば、ルール5ドラフトで指名され他球団に流出する可能性もなくはないので、それを阻止するためには今年の冬までに MLB40 人枠への追加が必要となりますが、まあ、現時点ではそこまで心配する必要はなさそうでしょうか。現状はマイナーのデプス要因、宝くじ的な要素の方が強そうですが、再建中のロッキーズにあってマイナーで今季成績を残している選手を獲得できたのは良かったのかなと思いました。ということで、エンゼルスがムスタカスを獲得したトレードについてここまでお話してきましたが、7月を待たずにもうトレード2件と早めに手を打ってきたエンゼルス、内野の問題を長く放置することなく、フロントが今できる手を打ってきたのは評価されるべきだと思いますし、まあ、昨日のエスコバのトレードに関しては、トレードに使える有望株が多くはないチームにしてはちょっと出しすぎな感も正直あったんですが、今日のムスタカスくらいの見返りであれば、取るリスクに対して期待できるリターンの方が大きそうかなと思いましたので、いい仕事をしたんじゃないのかなと思っています。まああとはエスコバーなりムスタカスなりが期待通り働いてくれるかですよね。今季のエンゼルスはプレーオフを狙える位置にこの時期までしっかりつけていますし、それを続けるためには新戦力組の活躍も不可欠でしょうから、フロントが期待するような結果を得られるといいですよね。この後の2人の活躍にも注目したいところです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。